こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日は2014年元旦月山自然水若水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。ここに名水百選と書いてますね。あの原水は、環境省認定の名水百選に選ばれています。採水地が山形県西村山郡西川町。私ここ2度ほど行ったことがあります。ただですね、このブログを始める前ですから、もう9年以上前になって、まだ全然水とかミネラルウォーターにですね、興味がない頃だったんですね。で、しかもですね、もう全く記憶に行ったってこと自体は覚えてるんですけども、何をしたかっていうのを全く覚えてません。ですからいつかですね、またこの西川町を訪れてですね、ミネラルウォーターとか湧き水関連の場所をですね、見て回りたいなぁなんと思っています。東京からだと意外とそんなに距離があるわけじゃないんですよね。ですから本当に気軽にとはちょっといけませんけども、覚悟を決めていけばですね、十分に楽しめる場所なので、いつか行こうと思っています。製造元が西川町総合開発株式会社、発売元が株式会社大沼ですね。ここに書いてある文言がですね、輝かしい2014年の新春を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈りしています。お祈りいたします。古来元旦に朝早く汲み上げた水を若水と呼び、それを飲むと自然の境地によみがえらせ、一年の邪気を除くとされています。この月山自然水若水は2014年元旦早朝に汲み上げた縁起のある水です。縁起ある水ですと書いてますね。こんな感じでですね、他にもですね、若水っていう形で売ってるのがですね、龍泉洞の水ですね、有名な龍泉洞の水が若水を発売しています。やっぱりこの元旦の早朝に汲み上げた特別な水っていうことでですね、なんとなくこう、なんていう価値があるように、特別なものだ、なんかすごいなって思ったりして、ちょっとこう、なんていうんですかね、ゴージャスなと言ったらおかしいですけど、まあ値段的にゴージャスという意味じゃなくてですね、なんか贅沢だなっていう感じがするんですね。そういう気持ちを持って飲むってこともですね、結構大切なのかなと思います。いろいろこう特別なものだよっていうことで、やっぱり飲む水と、まあ何にも考えないで飲む水っていうのは同じ水でも多分違うと思います。味とかですね、感じ方が違うと思いますので、やっぱりいちいち何かに感動しつつ、物事をですね、こう飲んだりしたりするのがですね、いいんじゃないかなと私は思っています。この製品ですね、実は東京で手に入れました。山形県のアンテナショップが銀座にあるんですけども、そこで手に入れました。ただこれがいつまで置いてあるかっていうのは私は分かりません。もしかしたら在庫が切れたら終わりなのかもしれませんし、もうすでにないのかもしれません。本日ですね、これ録画している時間がですね、1月の28日ですけども、これからどうなるか、在庫状況なんていうのがどうなるか分かりませんので、もしですね行って、ないじゃないかって怒るんだったら、一回問い合わせてですね、あるかどうかっていうのを聞いてから、興味のある人はですね、行ったらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。